こちらトウモロコシの畑に来てます。でまあこれもねちょっと結構草がもこもこしてきちゃって、通路は管理機とかねかけて何回かやってあるんですけど、ちょっとね、株元からこれマルチがあるんですけど、このマルチシートのね隙間から結構草がもこもこと出てきてしまっています。昔の人たちは結構このね横から出てる脇芽をせっせせっせと取って除血栽培とかって言ってね、こういう脇芽っていうかこの横から出てるのをねバキバキこれ取って一本立ちにねしてやったりしていたんですが、そうやらない方が最近はいいということで、まあメーカーの方からもねなんかそういう注意書きみたいなのがよくタンの袋に書いてあります。でまあこれをやってるとですね、こうやってまあ草が生えてくるとやはりね草でこう通気性が悪くなって農薬の効きが悪かったりしたところからアブラムシがねごっそり出てきます。でアブラムシとそれからまあトウモロコシといったらねやはりあれですよね、カメムシとあとはアワノメイガの被害っていうのは結構すごくってですね、以前僕は農薬を使わないで無農薬でトウモロコシをね育てるのに挑戦したりして、でまあそれなりにね大きいもの収穫ができたんですけど、ただまあやはりねアブラムシがねすごかったですね。やはりアブラムシがこう一回ちょっとねブワって出てきてしまうと、化学合成農薬じゃないタイプの農薬粘着くんとかね、もうそうやってねアブラムシを窒息死させるような農薬とかを使ったりしてやったんですけども、それでもねやはりアブラムシのこの増殖のスピードってのは凄まじくって、もう条件が揃えばもうじゃんじゃんとね、もうこういうところにねわずかアブラムシいたとかってなると、それがもうたちまちもう畑中に広がってしまってもう悲惨なことになってしまってね、もう半分以上収穫できないとかねそういうことがありまして、まあ当時ねあの頃はまだそういう風にやってもね、失敗してもまあリカバリーできるぐらいなちょっとね余裕があったんですけど、今もう生産資材もすっかり高騰してしまいまして、もう一切ね、負けられない戦いがそこにあるというねそのレベルになってきましたので、もう作るからにはね、この畑に1万本トウモロコシ割ってますけど、もうそのうちのね9000本ぐらいはしっかりとまあ出荷してね販売したいと思ってるので、しっかりねその辺はもう防除するようになりました。でまあ防除するにあたってこの農薬がねいいんじゃないかとか、これはねダメだなみたいな、そういうのがいろいろ分かってきて、でトウモロコシ結構栽培してるとね地元のおっちゃんとかにねどんな農薬使ったらいいトウモロコシ作れるんだいみたいな話結構聞かれるんですけど、おすすめみたいなのは、まあ、同じ農薬を連発すると、効きがね、どうしても耐性ついたものが出てくるので悪くなるので、いろいろね、使わなきゃいけないんですけど、その中でも、やはり、効果が、こう、しっかりね、あるなって思うのは、プレバソンフロアブル5っていうね、プレバソンって言われてる、液体タイプの、まあ、乳剤のね、そういう、農薬です。で、そのプレバソンのいいところは、効果がね、2週間ぐらい効いてくれるよということで。はい。はい、こちらがね、プレバソンの農薬ですね。で、これは 500ml 入りですけど、これをね、2000倍にして使います。で、まあ、散布するときは本当にね、丁寧に葉っぱのね、この、特に上の、やっぱりね、この、おしべのところ、ここら辺にね、泡の銘柄がいっぱい、寄ってきますんで、これにしっかりかかるようにして、あとは本体もね、シューシューとね、丁寧に散布してやると、まあ、1回やれば2週間ぐらいは効果が持つということで、で、雨が降ったとしても、雨でね、容易に流れ落ちないということでね、結構、ひっつきがいい農薬です。で、これを元に、あと他にね、フェニックスとかっていうのもありますね。フェニックスっていうのもありますし、で、あとはアブラムシ対策で、コルトとかね、モスピランとかね、そういった農薬を数種類使い分けてやります。まあ、なので、まあ、僕らの場合は、もう、ね、年間何千本、何万本と栽培するので、ね、いろんな農薬があっても、まあ、それっきりじゃなくて、他のね、作物にも適応があったりするので、いいんですけど、まあ、そうじゃない普通の家庭菜園でやるのにね、何種類も何種類もそんな農薬買えばね、農薬買っただけものすごく赤字、大赤字になってしまいますので、まあ、なので、最低限その
泡の銘柄がねついちゃうと非常に悲しいことになってしまうので、それをしっかり抑えるためにプレバソン、プレバソンフラブルっていうね、これを使うといいかなと思います。で、使用の回数も、限られてますので、今日ねこの撮影しているこの日に2000倍でいいって言っても、まあ後にね倍率が変わったりとかね、あと収穫前何日まで使えるとかっても変わったりしますので、まあその辺はねよく農薬の容器の方を見て説明をねしっかり守るようにしてもらえばと思います。こちらに防除遅れでね泡の目が入っちゃったものがありますね。こんな感じで先が変色しちゃってると、もうねほぼこの下に入られてます。でこっからねどんどんと茎の中を伝っていきまして、で最後このね穂ができたこの俵のところにね入ってきます。非常に厄介でね嫌な虫です。なのでもうこんな感じで姿をね表し始めたところで、早々と殺虫剤をね散布してあります。やはりポイントはですね、竿をあんまり振らないところですね。これ農薬散布するのにねいっぱいかけたいから、こうやって竿を振るんですけど、竿を振るとダメですね、みんなドリフトして出てっちゃいます。なのでブームスプレー式っていうのがあって、横なら横、もう上なら上でね、あんまりもう動かさない、自分だけ平行移動するって、それが一番いいです。ではちょっとねやってみましょう。はい、これでもうバッチリです。はい、こんな感じでねもう株元から木全体までねびっしょり寝てますね。ここまでしっかり農薬がかかればアブラムシやね泡の芽がのねあれも防ぐことができます。でこれをもうね本当にうちわを煽るようにしてここにねわさわさやると、ドリフトして葉っぱの裏とかねこういう木の根元にうまくかからなくって、アブラムシとかねそういうのにやられたりします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね結構山間地でね、このすぐ裏側はもう山手になるので結構ね日当たりが良くないです。朝はまあそれこそ4時半ぐらいから日当たるんですけど、もう西日っていうのはね3時ぐらいではもう掘ってしまう畑なので、ちょっと山際の方はあんまり生育は良くないんですけど、やっぱり日が当たる方がね早くに成長していくんですけど、以前上田市の方の別所温泉の方でね、パンとお菓子の丸藤っていうね丸藤さんで無農薬のトウモロコシをね、出荷してたんですけど、まあ、そちらの方が今もうねビジネスをやめられてしまって、今ね花時っていうカフェになってますけど、そんなようなところでね使ってくれる方がいたので、無農薬のねトウモロコシっていうのも挑戦して作ったりしたんですけど、やはりね本数がねやっぱり何千本も作ってもそのうちの結構ね半分近くがもうねダメになってしまうんですよ。やっぱり虫だらけになってしまうと普通のね一般的な直売所で売ることができなくなってしまうので、なので今はまあ普通の観光栽培にまた戻っています。家庭菜園で作るときにはなるべくね農薬使いたくないっていう人がいると思うんですけど、まあその際にやっぱりね気をつけていただきたいのは窒素肥料ですね。こちらはまあとにかくね大物っていう品種作ってますので、一つのね1本皮付きでね500から 550g とかね結構大きなものができます。でそのためにはかなり大量のね肥料を投入してるわけなんですけど、でこちらね鶏粉とかも3トンぐらい入ってます。でやっぱりそれだけたくさんのね肥料があるとアブラムシがねいっぱい湧いてくるので、それの対処としていろいろね木作液をまいたり、巣をまいたりして、代謝を良くしたりとかってするんですけど、それでもやっぱり間に合わずにアブラムシまみれになってしまったりします。まあ、なかなかね、理想通りにはいかない難しいところがあるんですけど、はい、今年もですね上田市の方のエコップファーマーズっていうねマルシェ国分っていうところでこちらね、8月ぐらいから出荷して、まあ、9月ぐらいまでね出していく予定なんですけど、
その他にも長浜町っていうところの、マルシェ国用っていう直売所とかね、あと道の駅和田宿ステーションといった場所で、まあ、販売をする予定なんですが、トウモロコシ栽培いろいろしていて、いろいろ気づいたことがあります。僕が初めにやり始めた頃、当時ね、この和田村の人たちがいたんですが、和田村っていうのはね、あんまり日照時間が長くないので、この辺のね、有名な産地、北見牧だとか、あとは松本平の方に行ったりとか、あとね、塩尻の方に行ったりとか、とにかくね、広くって日当たりのいい場所だったら、いいトウモロコシがね、できる。もう先までね、実がびっしり入ったものができるとかっていう風にね、おじいちゃん言ってたんですけど、それをね、よくよくおじいちゃんたちの栽培方法って見てみたら、株間がね、めちゃめちゃ狭いんですよね。それこそね、30センチぐらいの株間で2本立ちにしてたんですよ。で、この和田村っていうのは、広い平地がほとんどないので、まあ広い平地のところはほとんどね、水田になってますので、まあ山間地のね、ちっちゃい棚田みたいなところで皆さんトウモロコシとか作ってたんですけど、そうするとなるべく狭い面積でたくさん取りたいじゃないですか。で、なのでね、どうしても密植にしちゃうんですよね。で、これ密植にしてしまうと、この花粉が、木が大きくなってバサバサって折った時によくね、実の方にかからないんですよね。で、実の先端の方にうまくかからないと、先っぽがね、変な風になったりとか、あと歯抜けになったりとかしてしまいます。で、なので、しっかりね、日当たりの悪いところは、ある程度株間を取ってやったりとか、あとは、2列じゃなくて3列に植えてやるとかね、そうやってやって、花粉がね、しっかりかかるようにしてやれば、ちゃんとね、先までびっしりと入ったトウモロコシを取ることができます。ということでですね、こちら今回、大物のトウモロコシの畑なんですけど、他にも今回はヤマトルージュだとかね、もちモロコシっていったそういうようなトウモロコシも作ってます。で、まあ全部合わせたら大体1丁分近くの面積作ってるんですが、出荷する期間は大体1ヶ月半ぐらい、短い期間です。で、その期間にね、一気に上がって出るんですけども、なので本当にね、災害とかはね、一番怖いです。もうすぐ近くがね、山なので、一昨年の台風があった時にはね、あの後もう畑に行く道が寸断されてしまって畑に行くこともできませんでした。まあそういうようなね、すごく過酷なところで作っているトウモロコシです。で、なのでね、取れた時にはやはり格別の思いがあるので、まあ皆さんね、短い期間ですけど、8月から9月ぐらいの間でね、お店とかで見かけたらぜひお一つ、召し上がってみてください。というわけでこんな感じで、今回ね、トウモロコシの管理について、動画を撮影しました。ご視聴ありがとうございました。また、よろしければチャンネル登録などね、よろしくお願いします。秋の時期になったら、キノコ狩りとかね、そういうのがメインになってくると思います。